献血バスの中で座席が埋められています。バスの外では順番待ちの長い列ができています。バスに乗る前、まずアルコールで手を消毒し体温を測ろう。冬場に献血者が減少することを受け、台湾中部南東県市南宮は台中献血センターと連携し、献血すれば金運を招くお守り千歩がもらえるイベントを行っています。献血者は予想より倍増。バス3台で毎日500から600袋の献血がある。市南宮の献血イベントはこの2月に26回行います。250ml 献血すれば銀の千歩、 500ml を献血すればペアの金と銀の千歩がもらえます。